はい、といいとととううことでありがとうございます次行きましょうかねはい、えー、次、えー、クエスチョン4、えー、主人公エドガンを含め登場人物がそれぞれの特徴や武器を生かして世界を救いますけれども皆さんの最大の武器を聞きたいと思います、えー、もちろんですね、えー、まあファンの皆さんはね分かってると思いますけれどもダンスと歌はみんなが知っているので、えー、それ以外で <laughs> 自分の最大の武器をお願いしますそれでは、えいきくんお、えいきお、か。なんだお、まじかなやろ。最大の武器ええええぇーないの目のサイズ目のサイズおーめっちゃ大きいからな目が大きいから最大の武器 はい。最大のちょっとあのそ,のその武器を使って何かできますか <laughs> でで、ききるできるできる,これできる何かあるかかかああな無茶りりしちゃっったけど。<laughs> カメララとかありますす、えー。一番上の,あの赤いいいンプについてるんでそこにつてて。んそこ向

足のサイズですサイズ自慢しかおらへんマーゼルでもめちゃくちゃでかいっすよそうなのそうなんですよでかっでかっやばいな何センチか教えてあげて何センチ三十ですすごい拍手拍手もおかしい覚えておきますありがとうございます さあ次行きましょうかね。ちょっと待ってください。えー、あ、そろそろ <laughs>。そろそろなの？<laughs> えなそろそろって嫌な言葉ですよね。嫌です。まだまだの方がいいよね。<laughs> そうですね。<laughs> でもそろそろなんですよね。えま、いいあもう本当にねということで、そろそろお時間が迫ってきてしまいました。えー、最後の質問です。えー、春は ね、新小学生、中学生、高校生新社会人、ねえー、いろいろ新しいステージに上がる方が多い時期ですけれどもそこで、えー、みんなに一言メッセージを送るとしたらマーゼルとしてどんな言葉を送りますかということで代表して海君、はい、お願いします、えーまあ、新しい環境にガラッと変わる方が多いタイミングだと思うんですけど。うん まさに僕らも今そんなタイミング迎えててまあ新しい環境に行くってすごい怖いし不安なこともたくさんあると思うんですけど僕らも今すごい大変なこともある中でそれでも一番楽しむことを大事にしてメンバーみんなで頑張っているのでぜひ皆さんも新しいチャレンジやったり新しい環境を楽しみながら頑張ってほしいなと思うのとえ僕らが頑張れる要因の一つになれたらなと思いながら頑張りますので。 共に頑張りましょう。応援してます。お願いします。はい。いいですね。やっぱこうね、スタートね、まあマーゼルももちろんね、スタート切ってるわけだから、まあ、一緒にね、こうね、進んでいきたいよね、みんなと、ね。はい。はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。